フリーバグ、フリーバックは2016年から放送されているイギリスのテレビドラマシリーズ。フィービー・ウォーラーイコール・ブリッジが主演、制作葬式、監督、脚本を務めるコメディードラマでロンドンに暮らす若い女性主人公フリーバックの生活を描く。イギリスでは2016年7月から BBC で放送が始まり、 2019年4月にはシーズン2が放送された。イギリス国外での放映権は Amazon プライムビデオが持っており、日本でも配信されている。番組は評価から広く絶賛されており、特に脚本、演技、タイトルキャラクターのユニークさと個性が評価された。フィービー・ウォーラー・イコール・ブリッジは第1シーズンで英国アカデミーテレビ少女性コメディアン技賞を受賞。第2シーズンは プライムタイムエミー賞に11部門でノミネートされ、コメディシリーズ作品賞を含む6つの賞を受賞した。フリーバックはイギリスで暮らす30代前半の独身女性。性に奔放で、下品で、盗み癖もある彼女は、彼氏に逃げられ、カフェの経営も危なく、家族との関係もダメで、人生がうまくいかないと感じている。フリーバックの主要キャスト。上段左から、 フィービー・ウォーラー・イコール・ブリッジ、オリビア・コールマン、ビル・パターソン、ブルット・ゲルマン、ヒュー・スキナー、アンドリュー・スコット。本作は、フィービー・ウォーラー・イコール・ブリッジの2013年の一人前代を脚色したものだった。本作は初めに BBC3 で放送され、2016年8月21日から9月25日まで、BBC2 でリピート放送された。 第2シリーズは BBC3 での公開と同時に BBC1 で放送された。Amazon プライムビデオが世界での配信権を獲得し、2016年9月16日にアメリカでプレミア上映された。本作は批評家から極めて高い評価を受けている。シーズン1は批評集積サイトのロッテントマトズに40件のレビューがあり、批評家支持率は100%。 平均点は10点満点で8.5点となっている。また、メタクレッティックには19件のレビューがあり、荷重平均値は88、100となっている。シーズンには、6点トマトズに92件のレビューがあり、批評価支持率100%、平均点は10点満点で9.32点となっている。また、メタクレッティックには21件のレビューがあり、荷重平均値は十六。 100となっている。ありがとうございます。